2011年シルクウェイラリーラリーレードは砂漠やジャングル、山岳地帯などの自然環境の中を走破する冒険レース、耐久レース的側面が強いモータースポーツである。クロスカントリーラリーとも呼ばれる。なお北米ではクローズドのグラベルサーキットで行うレースをオフロードレースと呼ぶが、ここにラリーレードが含まれる場合も多い。1907北京。 パリレースの走行ルートラリーレードの歴史は古く、20世紀初頭にモータースポーツの中心地だったパリを起点とする都市間レースを拡大する形で、長長距離を走破するマラソンレースが企画された。1907年には、ユーラシア大陸を横断する北京、パリレースが開催され、優勝者は62日間に1万 6000km を走破した。1908年には、ニューヨーク、 パリレースが開催され、太平洋の船旅を含む2万2000マイルを169日かけてゴールした。これらの壮大かつ過酷なイベントは、普及し始めたばかりの自動車の耐久性を世に知らしめる働きもした。1978年には、パリレースの伝統を受け継ぐパリ、ダカールラリーが創設され、ラリーレードを代表するイベントの一つに成長した。 なお、現代のラリーレードも一社一体となって、困難を乗り越える冒険精神は不変であるが、自動車メーカー系チームの大量参入や、技術力の向上により、競技の先鋭化が進んでいる。現在は、個々のラリーレードイベントを統合する、シリーズタイトルとして、4輪では、国際自動車連盟主催のクロスカントリーラリー、ワールドカップ、2輪では、国際モーターサイクリズム連盟主催の、 クロスカントリーラリー世界選手権が設けられている。距離、目印、進行方向などが記されているコマズラリーレードは、一般的なラリー競技と同じく主催者から与えられたロードブックに記載されているコマズに指定されたルートを走行する。競技者はトリップメーターや方位磁石などを駆使してルートを判断する。SS と呼ばれる競技区間ではタイムトライアルを行い、 その早々行時間で最終順位を決定する。各 SS の間はリーゾンと呼ばれる移動区間で結ばれる。SS とリーゾンを含めた1日の工程はエタップと呼ばれる。SS は1台ずつ間隔を空けてスタートする。出走順の決め方は、絶検番号、前日のフィニッシュ順、総合リザルト順などがある。 SS やリーゾンの途中には数箇所チェックポイントが設置されており、オフィシャルから通過確認員をもらわなければならない。さらに GPS で通過をチェックされるウェイポイントも設定されている。CP や WP の不通過にはタイムペナルティが加算される。また、SS 開始時刻に間に合わない時や SS 期限時間内にフィニッシュできない時にもタイムオーバーに対して、 ペナルティが加算される。これらのペナルティの代償も勝敗に影響する。競技車両が SS を出発した後、アシスタンスチームはゴール地点へ先回りしてサービステントを設営する。メカニックやチームスタッフの他運営本部、医療班、取材記者、食事サービスなどの関係者が集まる宿営地をビバークと呼ぶ。ラリー参加者一行はエタップとビバークを繰り返しながら、 最終ゴール地点を目指す。イベントによっては途中、GPS 使用禁止ステージや、マラソンステージなどといった特別ルールが課されることも、あり、その場合はさらに難易度が増す。砂漠でのトラブルラリーレードの舞台となるのは、北アフリカ、中東、中央アジア、南米などに残された、人の往来も、少ない大自然の中である。こうした土地ではルートが、道として整備されておらず、 小松通りに走っているつもりでも正しい進路を見失う危険性が大きい。主催者が事前に小松を作成した時点とは天候次第で目印が変わっている場合すらある。場合によっては中はアドリブで走行ルートを選択する必要もある。路面状況や前後の車両の動向などを把握した上で瞬時の判断を求められるケースが多く経験が重要視される。 道中には、砂丘の連なる砂漠、石ころだらけの山道、アクセル全開の平原、浅瀬の川渡りなどの難所があり、砂地で、スタック、タイヤが、パンク、バランスを失って、転倒といったアクシデントが多発する。トラブル発生時には、自力で脱出するか、競争相手と助け合わなければならない。車両が故障したり、競技者が負傷してリタイアするケースも多い。 スプリントラリーの最高峰である世界ラリー選手権は1イベントあたり3日間 2000km 程度を走行するがラリーレードの一つダカールラリーでは20日間ほどかけて1万 km 以上走行し SS1 本の距離も数百 km に及ぶ原則的にルートが事前発表されないため WRC のようにコースを事前試走して ペースノートを作成した状態で走行することはできない。危険が待ち受ける悪路を長時間走り切るためには、競技者の体力、精神力もタフでなければならない。ダカールラリーには、バイク、自動車、トラック、バギー、SSV のご部門がある。ラリーレードが、他のモータースポーツと異なる点は、4輪と2輪という別種の乗り物が混走する点である。走行速度に差があるため、 追い抜きの際に接触事故が起きやすい。車両としては、無給油で数百キロメートルを走破する必要があり、燃料タンクの大きさが要求され、また、不整地における走行安定性、過酷な環境にも耐えられる、耐久性などが重視される。四輪部門の車両区分は FIA により、以下の四つに分けられる。四輪のベース車両には四輪駆動のオフロード車が、 使用されることが多い。悪路を高速で走行するため車高が高く、アンダーガードを取り付け、ストロークの長いサスペンションを備えている。また、上記の通り貨物自動車のクラスが設けられており、特に、クラス優勝争いを展開するような競技車両では、貨物の積載性能を犠牲にして、速度を向上させるような改造がなされるのが、一般的であるが、その一方で、 機材輸送用のトラックも混装する。二輪のベースは、大排気量で長距離走行の疲労感の少ない、ビッグオフローダー系バイク。四輪のように、小松を読み上げてくれる同乗者がいないので、巻紙状の小松を収めた、マップホルダーをハンドル前方に装備する。ありがとうございます。